カール・フリードリヒ・アメンダは、バルトドイツ人の進学者、バイオリニスト、ルートビヒ・バン・ベートーベンの友人の中でも特に著名、かつ重要な人物として知られる。アメンダは、クールラントのリパイキーに生まれた。イェルガバの高校で学び、1792年から1795年にかけて、イエーナ大学で進学を収めた。その後は、音楽家として、演奏旅行を行い、 とりわけ、ローザンヌ、フランクフルト、コンスタンツといった都市で演奏会を開いた。1798年の春にウィーンへと到着、翌1799年の7月、または8月まで泊まった。そこでの彼の役割は、ロップコビッツ公爵の朗読者であったが、まもなくコンスタンツェモーツァルトの子供たちの家庭教師をするようになり、そうした折にベートーベンと面識を得た。 そのゴリガを経由して帰郷する。1800年から1801年にはワイアベンで家庭教師として働き、1802年にスイス人のジャネッテ・ブノアと結婚した。1802年以降はタルシで牧師となり、1821年にはカンダバ教区のプロボスと、1830年に長老会の議員に任命された。アメンダの墓地は、 タルシから南東に3キロメートルの小高い丘の上にあり、小さな町の観光名所となっている。タルシでは2005年からの毎年、アメンダ音楽祭が開催されている。アメンダのウィーン滞在中に、気の置けない、交友関係を持つに至ったベートーベンは、1799年6月25日に、カレー弦楽史重奏曲第1番作品18から、一の初期校を捧げている。 第一ヴァイオリンのパート不表紙には次のように書かれている。親愛なるアメンが、この四重奏を我々の友情の小さな証として受け取ってくれた前、これを弾いたら、いつでも共に過ごした日々と君への偽りなき友情をその時に思い返してほしい。そして私はいつもそう感じていくことだろう。君の温かき心の友、ルートビヒバンベートーベン二人はその後も、 数多くの書簡のやり取りを通じて交流を続けた。1801年7月1日の手紙において、ベートーベンはアメンダに初めて初期の難聴のことを告白している。アメンダは1806年1月15日に二人の共通の知人であるヨハン・アンドレアス・シュトライヒャーに宛てて、ベートーベンとの友情をこう記している。この人にであれば自分の 全人生を捧げても構わないと思っていた。ありがとうございます。